グーテンモルゲン、打倒メカボスを目標に、今日もテラリアやっていきます。奴らを倒す上でなくてはならないもの、それは、さっきこれ釣れたからあげる。ん？本？高度な戦闘テクニックって書いてある。使用すると NPC の攻撃力 20%、防御6上昇させるらしい。強い。ドライアドとナースが強化されんのはありがたいな。昨日のツインズ戦でも死んでたしね。せめてモルテン装備でも着ててほしいね。そういやこの本みたいに、ボス倒すごとに攻撃防御がちょっとずつ上がってるらしいな。ハードになってからはガイドは冷や打つようになってたしな。こいつらもちゃんと成長してるのか。全員でかかれば目玉くらいならぼこせそうだよな。って、NPC の話じゃなくて、これよ。聖域地下に無数に自生してるクリスタルと、ピクシーの粉で、グレートライフポーション作成、回復量150、回復アイテムもハードにアップデセントな。よし、そしたら次は武器なんだけど。これは、ソウル。ざっくりと説明すると、ハードになってからはこういうソウル系の素材が出てくる。水色のソウルとかもありましたよね。青が翼のソウル、ピンクが聖域のソウルだね。いろいろあるけどどれも武器アクセ等の制作の際に必要な素材だな。それで作れる鍵を空の宝箱に入れると、ミニボスを召喚できる。その名は聖域ミミック。体力は1万。接触ダメージは270。壁無視したり、動きもかなりトリッキーなんで油断してるとぶん殴られるぞ。こんな奴が普通に洞窟内でスポーンするっていうね。あ、そういえば念願のヨーヨーバッグ作れました。ヨーヨーがヒットした時、増える。ダメージのアップはないけど、単純に手数が増えてるので2倍以上強くなってる。らしい。ヘッハー。おい2体目召喚。こいつのドロップは有用なものが多いからな。覚醒で数個のグレートポーションドロップ。そしてさらに4つの中から装備が1つもらえる。まあミニボスにトレジャーバッグはないから取り合いになっちゃうけどね。うろー、イレギュラーバウンドみたいな挙動やめろ。クマさんの雲がずっといい仕事してる。雲強いね。だろ、その代わり防御は薄いんだけどな。普通の装備ならミニオン一体のところをこっちはこんだけ出してるからな。ミニオンを強化するあまり防御がおざなりになってる。一長一短なんですね。特化装備ってそんな感じだよな。あちらを立てればこちらが立たず。おい2回目でダブんな。こんなの出た。クリスタルバイルシャード、剣みたいだけど魔法武器。壁を貫通できるぞ。一番の当たりはこれだな。ダイダロスストーム棒。撃つと上空から無数の矢を振らせる。すご。アローレインだ。3個射出できるフック。これで移動できるのか。建築向け。聖域の他にも汚染ミミックがいてドロップが違う。まあソウルが集まり次第またカリップそうぜ。NPC 魔法使い、ボールオブフレッシュ討伐を条件に出現します。が、地下に手縄で縛られているので救出する必要があります。囚われ系の NPC はランダムスポーン。さっきはいなかった場所にいることもよくあります。もし、その SOS に気づけなかったとしても、彼らは縄をほどいてもらうまで行く先々で周りに現れてきます。その足で余裕で地上に出てこれるのでは？なお、レアモブセンサーに検知されるのですぐに見つけたい時は持っておきましょう。品揃えはその名の通り魔法系。カブの水晶玉は、触ればバフをもらえる神アイテム。50ゴールドするアイスロットは武器というより便利ツール。カーソルの位置にブロックを生成することができます。時間は15秒。一時的な足場や、建築の際にも重宝します。スペルブックは魔法武器の素材、聖域のソウルとクリスタルがあれば簡単に優秀な武器を作成できるため、ハードになったら真っ先に作っておきたいものの一つ。さて、今夜はメカボス襲来なくてよかったな。まだ勝てる気しないね。戦ってみて分かったと思うけど、ハードボス、序盤のやつでもかなり強い。なので次また来るまでにできるだけ防具をいいのにしたりとか。こういうイベントでレアドロー狙うとかかな。うわわわわなんか始まった。そっかバムとは初めてか。ゴブリン軍団、こいつらもハードにアップデされて、ゴブリンたちの全体的なステータスアップ及びミニボスの追加。そいつがかなり厄介。いた、さっきから NPC 殺しまくりやがって。ゴブリンウォーロック。呪い系の攻撃かと思いきや、敵を召喚してきてる。行くぞクモども、秒用の連携攻撃で速攻勝たすぞ。そう、逃げられ。いや、クソデカ森田、止めてくれている。うおお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 武器は3つの呪い系の武器の中から1つドロップ。呪い武器？シャドウフレーム、ゴブリンのボスがドロップする武器限定のデバフだな。一言で言うならスリップダメージ。やけどのデバフより少し強めらしい。地味に仕立て屋のおじいちゃんもそのデバフを使ってるっていう。やっぱりまだ呪いが残ってるじゃんあのおじいちゃん。なかなか強いなこれ。ストさんは多分魔法特化の装備をつけてるのかな。つけてる。じゃあ後であげるよ。そういえばハードボールってヘルメット3種類もあるんですね。そうそうそう。基本近接、遠距離、魔法に分けられてて。
けるヘルメットによってそれぞれのフルセットボーナスが付与される感じ。そういえばハード鉱石は2種類あるって言ってたけど、どう違うの？旧鉱石と新鉱石。新と言っても追加されたのは10年も前の話らしいけど、10年、この世界だとオリハルコンだけ死んだね。旧鉱石は例えばさっきのコバルトボールのように武器の性能を増幅させる、いわばパッシブスキルのような性能だな。片や新鉱石はアクティブスキル。さっきから画面外からピュンピュン飛んできてるレーダーが確かオリハルコンのセットボーナスだね。あ、僕つけてる。コバルトの杖になってるパラジウムのセットボーナスが5秒間の高速回復。それより上位のボールを作れるようになっても、その能力が優秀すぎて使い続ける人も多いそうだ。それが当たり外れってわけですか。一応釣りでどっちも手に入れることは可能。ウォーくらい10本バナナラン。これにてゴブリン軍団クリア。ボスから弓と投げナイフ入手した。かっこよ。これでシャドウフレーム武器コンプできたな。僕もヨーヨー使おうかな。アクセサリーあるよ。む、近く角からの振動を感じる。また来るぞ、何かが。ワームかな。あああ、まだ全然装備準備できてないのに。ということで始まってしまったメカボス戦。体力はなんと40万。イーターの時から体力は多かったけどメカになって8倍にアップしてる。そしてあの見た目、絶対防御硬いわな。全然勝てる見込みがないけど、こうなったからには全力で抗ってみるしかない。行くぞ。うおーおおすごい多段ヒット。よ、うわうわうわ、待ってくれ。よく見たら周りのボールみたいなのにボコボコにされてた。やべえ、死ぬ。どこがどこじゃねえ。回復。おい確実にとどめを刺しに来てるぞこいつら。あーなース。終わった。生命線がやられた。やってしまった。もっと離れたところにナース部屋を作るべきだった。こうなってしまったら下手に回復ポーションの温存はしない方がいいな。そんな状況なのに俺は近づかなきゃダメージを与えられない悲しきモンスター。いた、届けー。うわあ、終わった。なんか奇跡的に前段避けれた。さて、どうしようここから。奇跡的に生きれててもボスを叩かなきゃいる意味がない。こうなったらさっき適当に作ったこの構成を。あー。負けたー。一撃一撃が痛すぎる。ナースが早々離脱したのが痛かったね。あーあー無理だよ。メカボスより一つ前のボスとかいねえのかよー。いるよ。ま、ま、めっちゃ雨降ってる。いけるかい。はい、バッチコイ活動。噂によればメカボスの下、しかし初見のボスなんてどんな動きでどんな攻撃をしてくるかがわからん。こいつが噂に聞いていたジャーニーズエンドアップでで追加された新ボス、クイーンスライム。キングは忍者が入ってたけどクイーンにはにじくりみたいなのが入ってるのな。でー、なるほど、行動はキングと一緒でジャンプからの踏みつぶしパターンっぽいな。へえー、なんか飛ばしてきてる。そしてザコスライムの召喚、案の定近づかせてくれないわけだな。そしたらやっぱこっちの出番。チェンジ、遠距離特化装備、急ごしらえで適当な構成なんで果たしてどうなるか。ってことで試し撃ち、くらえー。左の画面を覆い尽くすほどの量の矢を振らせるダイダロスストーム棒。一発38ダメージの攻撃力を防具とアクセサリーで底上げ。チラッと見えたクリティカルが150ダメージ。そ強い。うおお、これが弓特化の力よ。いや本当はデストロイヤーの時に使えればよかったんだけどね。装備を変えた瞬間正面衝突しちゃったね。でもでもヨーヨー使いの雲装備も DPS はかなり出てると思うのよ。問題は防御低いくせに近づかなきゃ当たらないところだけどな。消えた、キング同様プレイヤーの位置にテレポか。しかしこの十数秒で半分近く削れたな。やはりスライムのボスは四天王の中でも最弱みたいな扱いなんだろうな。気をつけるべきはテレポからのあのボディープレス。すでにバムトが犠牲になってる。うお、飛んできた。今のターゲットは俺か。弓装備の防御も少め。当たったら致命的。ボディープレス、じゃない。接触しに来てる。いやあ、めっちゃ追ってくるー。離脱。危ねえ、死ぬかと思った。って、体力マックスじゃん。遠距離武器すごいな。防御薄いのも納得だ。つっても防御硬いのなんて近距離装備くらいだけどもさ。で、ボスはいずこへ。真上。クイーンは今発狂状態っぽいな。ジェルを撒き散らしながら暴走してる。まあでもみんな今んとこ安定して戦えてるし、気をつけてれば死ぬことはないね。ということでその後は、クマというワールド名をストさんがつけてたことで、そういうキルログが出て、裏切りの疑いがかかりつつも、無事一度も死なずにハードボス、勝利。倒しても気を抜いてはいけない。オープン。おお、カラフル。これはハード版忍者装備って感じか。調べてみたところ、近接遠距離魔法すべてを 10% ほど強くしてくれる防具らしい。もうちょい早く手に入ってたら使ってたかも。で、不協和音のフック。射程が長いとか？いや、これは、引っ掛けた位置にワープ。今までは引き寄せられてたから割と衝突事故が多かったけど、これならすり抜けも可能ってわけか。すげえいいフックじゃん。使いこなせたらいいね。そしてエキスパは揮発性ゼラチン、自動攻撃系アクセサリー。
こいつは俺だ。ガバで共感すな。強いのかわからんミニオン出た。僕もそれ出ました。ブレードスタッフ。剣のミニオンか。あとはマウントも出てましたね。いいね。ついでに低確率マスクも。なんでお決まりみたいになってんだ。